4月9日、夕のミ言葉。あなたの乳話は、私を大きくされます。紙編18編35節この聖句は、あなたの善良は、私を大きくされます、とも訳すことができる。ダビデは自分の偉大さを彼自身の善良さに期しているのではなく、 神の善良にしてて感謝している「あなたの摂理は」という別の役がある摂理は善良が行動に現れたものに他ならない善良は蕾であり摂理は花である善良は種子であり摂理は収穫であるあるものはあなたの助けと訳しているがこれは摂理と同じ意味を持つ摂理は「 生徒の強い味方であり、彼らの主に対する奉仕を助ける。さらに、あなたの謙遜は私を大きくされます、と訳すこともできる。あなたのへりだりという役は、包括的な意味を持ち、これまで述べてきたいろいろの概念を総合しているようだ。私たちが大いなるものとされるのは、神がご自身を 小さいものとされるからである。私たちは全く取るに足らぬ小さいものであるから、もし神がへりくだることなく、ご自身の偉大さをそのまま表されるならば、主の見足に踏みつぶされてしまうであろう。しかし、空を見るにも身をかがめ、見つかいの技を見るにも腰をかがめられなければならない神が、さらに目を低く注いで、 心の減り下って悔いている者たちを見、彼らを大いなる者とされるのである。この他にも別の訳がある。七十人訳聖書では、あなたの訓練、あなたの父としての強制が、私を大きくされますとあり、カルデア語では、あなたの御言葉は私を大きくされますと訳してある。しかし、 述べられているる。ことは同じであるダビデは彼のすべての偉大さを天におられる父なる神がへりだられた善良さに期している今夜私たちが自分の冠をイエスの御足元に投げ出して「あなたの乳和は私を大きくされます」と叫びこの思いを心に響かせることができるように私たちの神の乳和は どれほど驚くべきものであったことだろう。その忍耐は、その教えは、また私たちをご自身のもとに導かれた方法は、なんと入アであったことだろう。信者よ、感謝の思いを目覚めさせ、謙遜の思いを深くし、今夜あなたの内なる愛を生き返らせよ。